日本テレビ系ドラマ「白でも黒でもない世界でパンダは笑う」のオリジナルストーリーが Hulu で配信されることが決定した。Hulu オリジナルストーリー「白でも黒でもない世界でそれでもパンダは笑わない」で書かれるのは、最終回から5年後の白黒の世界で横浜流星演じる直樹が自らと向き合う再生物語。大学病院で医師として働いている直樹は、これまで出会ってきた人々と再会し、それぞれの思いを振り返ることに。そんな中、自らの気持ちとも正面から向き合った彼は、そこに白黒つける大きな決断を下す。3月15日、日曜日のドラマ本編最終回放送後からオリジナルストーリーの前編を、3月22日、日曜日の深夜0時から後編を放送する。あらすじ、直樹は亡き恩師、門田の診察室を継ぎ、精神科医となっていた。ある日、直樹の友人、小園武史、中田圭介と前川由紀の祈りきららが直樹を訪れ、互いの近況を語り合ううち、直樹は小園がストレスを抱えていることに気づく。一方で、直樹には簡単には救えない患者、奥野生が、前田旺志郎がいた。不眠を訴える生涯に寄り添う直樹。しかし、患者や周囲の人たちの心に寄り添う直樹の中には無力感が湧いていて。そんな時、直樹はあるサイトの存在を知る。福田博之プロデューサーコメント。白でも黒でもない世界でパンダは笑うは、最終話で川田蓮と莉子、共に清野菜名、そして森島直樹の2人がそれぞれ自分自身に白黒つけるべく、ある大きな決断を下します。その決断によってドラマは終わりを迎えます。 Hulu オリジナルストーリーの舞台は、そんな最終話から5年後の世界。世の中には未だにグレーのものがはびこっています。一体蓮と莉子と直樹はどんな日常を過ごし、どんなことを思い生きているのか。あくまでアフターストーリーですが、白黒のその後も気になる方はぜひ見届けてください。Thank you.